メタノトリクス属はメタン発酵層などから見つかる、酢酸歯科性のメタン菌である。この属のみでメタノサエタカを構成する。学名はメタン菌であることと形状からメタンギリ,リシア語のサリックスより、かねてよりメサナシタとメサナスリックスどちらが有効か論争となっていたが、メサナシタは非合法名と裁定されメサナスリックスが有効となった。ただし、 メサナシタハリンドネシャの細分類、メサナシタアッチの訂正は2018年現在、行われていない。他のメタン菌と異なり、メタン生成の基質として、水素やギ酸などを利用できず、酢酸,酸のみを使用するという特徴がある。現在までに M3G2E、M サーモシーターファラ、M ハリンドネシャ、M サーマファラの3種が知られているが、 いずれも、弁毛を持たない15マイクロメートルほどの、肝菌であり、フィラメント状に連鎖する。グラム染色では陰性である。M カンジリー M ハリンドネシャは、常温菌であるが、M サーマファラ、M サーモシーターファラは55五摂シ六60度で最も、活発に活動する。メサナソリックスの増殖速度は、極めて遅く、最適条件における。 世代時間は20時間を超えるのが普通で、純粋培養には長い時間が必要である。これに加え、細胞表面が浸水性のためコロニーを形成させるのも難しく、分離は困難を極めた。増殖速度の遅さは、酢酸の嫌気分解で得られるエネルギーが非常に少ないことに起因する。その一方で、メサナスリックスと メサナサーソンナ以外のメタン菌は酢酸をあまり好まないメサナスリックスは非常に低濃度の酢酸も利用できるという特性のため気質を独占して優先する場合もあるこの特性を活かしメタン発酵にも利用されることの多い菌であるありがとうございます